の方が顔大きく見えるから安心して。どうしよう。じゃあ2週目は雑ちょっと雑談して、ジョコさん ね、ジョコさんの1人目を CM 前に1人目でやる。はい、そして始めていきます。はい、はい、どうぞ。16時30分になりました。カリナの輝く地球チャンネルの時間です。この番組は心と体と自然と向き合う癒しの集いのチャンネルです。プロの癒しセラピストさんや占い師さんたちをゲストにお迎えしながら、今お悩みがある方々に勇気づける言葉や人生がうまくいくヒントなどをお伝えしていきます。お悩みも随時募集してます。私カリナのインスタグラムまでメッセージください。また FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube ライブで映像と音声ネットを配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動してますので、たくさんツイートしてください。はい、はい、今週も、京子さんとゴーちゃん夫婦に出ていただいてます。はい、今週も沖縄のブラッドピットやってまいりました、はい、皆さんこれ覚えてくださいね、はい、沖縄のブラッドピットですよ、はい、あ、知ってますね、前回話したあの、ね、木、元気の木、あ、元気の木ね、ヤンポーさんだ、これって書いてるけど、そうこれです、まさにそう、うん、この木を使ってほしいっていう、うんうんうん、パワーが入るのかな、そうお米のね、そうそうそう、うん、あれ日本あの締めは、うん、あ、そうそう、この日本人のこの学習方法、うん、小学校からずっと習っていくのも、うん、戦争に負けてから、うん、あのアメリカがこうしなさいと、そうっていうのを、うん、あのなんだろうな、でそれで日本の元気の木も、うん、元気も締めるために、うん、日本人を衰退させるために漢字もこの締めにしなさいっていう、うん、のでそう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 、うんうん、私もね野球やってたんで、うんうんうん、アメリカの野球を見に行きたいとかアメリカに行ってみたいっていうのがあるけど、うん、こういうのを調べた時にすごい複雑になるねっていう、うん、そう、深い意味があるんですね、そう、もっとありますよ、もっとある、そう、台湾有事の話だったりとかね、あ、うん、なぜそこにアメリカが入ってくるのかとか、うんうん、そう、皆さんなぜっていうのを疑問を持ちましょうっていう、うん、はい、これは関剛一さんですか。あ、はい、あ、関剛一です。はい、メンソーレ。うちのアバンドね、はい、うん。そうなんですよ。この元気のキーはめっちゃ使ってほしいなっていう、はい、うんうん。はい。頑張れ日本。ね。はい。立ち上がれ日本人。はい、何の番組何の番組かね、うん、でじゃあ今週はですね、京子さんが、ね、オラクルカード占い師として活躍されてるんですけれども、そうなんですか旦那さんそうですね、うん、すごいあのバズってますよ、うん、はい、アマテラス京子ですから ね、うん、ね、ね、あのペンネームケイちゃんさんより質問がありまして、お、ありがとうございます、い、はい、いつ彼氏ができるのか、どうしたらできるか知りたいです、はい、という質問ですか、うん、という質問です、はい、あっちゃんがいたらケイちゃん、ケイちゃんさん、ケイちゃんさん、ケイちゃん、じゃあちょっとカードの方引いていきます、はい、うん、いつ彼氏ができるか、はい、どうしたらできるか知りたい、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、何が出る、何が出る、当てたらごめんなさいね当てたらごめんなさい、はい、ケイちゃんさん、はい、うん、すごい近い未来にというカードが出てます、はい、これ見せていいカード、うん、具体的インじゃあニアフューチャー、これは近い未来、未来というカードなので、うんうん、ケイちゃんすぐ近くに、あ、すごい、めっちゃ出た、何、すごい、スーパーマン、スーパーマン、違うこのロマンティックパートナーっていうカードが出たので、うんうん、ロマンティックパートナー、すごいすごいあのドンピシャですね、おおおお、あのすごい近い未来、うん、近い未来に、うん、
出会う方がいらっしゃいます、やっぱ連動してますね、はい、今違うカード使ったんですけどね、うんうん、あ、そうなんです、全然違うカードなんですけど、うんうんうん、こんな感じで出ました、うん、ロマンティックあげるよロマンティックあげるよ、うるさい、はい、はい、で、なので、行動を移してみたり、うん、普段行かないようなところに行ってみたりだとか、うんうんうん、友人のお誘いがあれば、そこに参加してみたりだとか、っていうのが。友人のお誘い友人友人。うるさーい。うるさい。それこそうるさい。はい。はい。なるほど。すごい、めちゃくちゃいい、すごいピンポイントで出ましたね。ね、もうこれ。おめでとうございます。あっちゃんの時。うん。前回前々回言っていいのかな、つながっちゃう、まあ、まあ、そうそうそう、すべていいタイミングが出てるということが出てたんですよね。うんうん、ね、このオラクルカードって、うん、ご神託カードとも言われてるんですけど、うんうん、その時その人に必要なカードっていうのが必ず出るので、うんうん、面白いです。ね、本当に、そうそうそう、ケイちゃんが求めた質問通りですよね、うんうんうん、これ。すごいね。よくできてる。わあ、嬉しい。だからオラクルカードってすごいよね。すごいすごい。出るからね。うんうんうん、本当に、うん。で、これ冗談抜きにマジで出るんで、うん。カード、タロットよりは優しいかな。オラクルカードの方が。そうですね、めちゃくちゃ優しい、うん。絵柄とかもすごい綺麗なカードなので。なんか美しいよね。美しいね。タロットカードと、タロットカードとオラクルカードは全く別物なので。うん、はい。タロットはね、ちょっと。厳しいことも言う。ちょっと厳しい、怖いカードとかもあるけど。うん、私は触りきらないです、はい何何。私はタロットカード触りきらないです。触りきらない。はい、うん、怖いです。こういう顔して繊細だもんね。そうなんです。そう、こんな顔してる。そうなんです。でもね、近い将来。ねえねえ、ね、おめでとうございます。もうお祝いしときましょう。ね、おめでとうございます。そう、本当。行動しないですかね、あとは。見えた。攻めまくりましょう。うん、気になる人がいたなら、うん、いるなら、うん、行動していきましょう。ね、行動だね、はい。はい。そうなんです。行動しないと何も始まらないからね。そうなんですよ。そうです、うん、地球は行動の星なので。へぇ、そうです。そう、この三次元っていう地球は、この肉体を持って、うん、今私たち生きてるんだけど、うん、見える世界と見えない世界との、うん、バランスっていうのが必要で、この見えない世界だけでもダメだし、うん、見える世界と見えない世界のバランスで、回していく方が現実が、うんうん、進みやすい。なるほど、うん、なので行動しないと結果にはつながらないっていうのがあるので、うん、思ってるだけじゃなくて、必ず行動に移すことが、うんうん、自分の願望を叶える、まあ、速度が上がるっていうかな、行動をすればするほど、うんうんうん、スピードアップでこの、ね、夢にたどり着くのが早いよね。そうです、そうです、うん、頑張ってね、頑張ってください、絶対大丈夫だね、うん、すごい、はい、はい、ね、ですね、どうしよう、次の方行きましょうかね、はい、はい、シャイニングス輝く地球のカリナさんより、はい、私です、はいはいはい、最近彼氏ができたのですが、2人がうまくやっていくためのメッセージなど聞けますか。はい、はい、かりました。じゃあカリナちゃんに開けて、はい、やっていきたいと思います、うん、この前ジュリアンに話されたので、ね、前回かそうそうおジュリアンがね、バラシでバラしまくったっていう。ね、もう練習でバラしたからね、すごいよ。あれ多分一種の放送事故じゃん。放送事故。俺話聞くだけでもおもろいからな。すごいよ、ね、もうジュリアン全部暴露したっていう。ね, ねこの前回の放送見てくれて、うん、ジュリアンの受けたいセッション受けてみますっていう方、メッセージくれた方もいて。あ、すごい。もうこれが目的なんで、やっぱね、みんなご縁を広げるのがね、うん、嬉しい。あ、なんか、カリーナ楽しそうだなとか書いてますよ。メッセージ来てますよ。ヤンボーさん。ヤンボーさん。ヤンボーか。うん。いつも。そう、カリーナ、インスタライブ配信されてるね。されてるよ。そうそうそう。あれが盗撮だったら嫌だもんね。
マルセイユ、なんて書いてあるの、マルセイユ版、マルセイユ版ですか。はい、出ましたか。カリナちゃんに対してのメッセージは、はい、ですね、はい、彼氏さんと同じ、はい、まあ、方向を見るというか、はい、なんていうのかな、お互いが大人なので自立して、はいはい、一人でも、うん、十分生きていける状態をまずは作る、はい、精神的、あとは経済的にも自立することがカリナちゃんには、うん、重要、はい、なのでその依存とかではなく、うん、カリナが一人でもしっかりとこの足で立って、うんうんうん、生きていけるくらいまで精神的にも経済的にも、うん、成長する必要があります、うんうん、というカードが出てます、はいはい、あと瞑想、はい、瞑想しなさいっていう風にカードが出てるんだけど、普段瞑想ってするのかな。するんだけど最近はちょっとバタバタしすぎて、うん、多分心の余裕がない感じなのかな、うん、それで言ってんのかな。なるほど。なんか瞑想っていろいろあるんだけど、うんうん、ぼーっと海を見つめるだけでもいいし、うんうん、あとは今この場でできる瞑想っていうのもあるし、うんうん、目を閉じて、はい、深呼吸、鼻から吸って口から吐くんだけど、まずはちょっと今の息を吐き出します。吐き切る、吐き切ったら自然と鼻からゆっくり吸い込んで、その後吸い込む空気よりも長く細く息を吐き出します、うん、それを何回か繰り返していく。で、自分をちゃんとここに戻すこと、うんうんうん、いろんな意識っていろんなところに行っちゃうから、うんうん、そうじゃなくって、はい、今この瞬間、今ここに自分を戻す、うんうん、戻して緩めるっていうのもすごく必要なんだけど、うんうん、必ず何か気を使ってたりだとか、うん、体がこわばってたりだとか、うんうん、っていうのがあると思うので、うんうん、自分一人の時間で構わないので、うん、意識して力を抜く、はい、今もう頭の先から爪の先、足の先まで力を抜いていくっていう言葉を自分にかけていく、うん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 、でそうすると肩がふって力抜けたりだとか、うん、肩に力入ってたんだっていうのがそこで気づく、うんうん、なので知らない間に力が入っちゃってる時があるから、うんうんうん、それを自分で意識的に緩めていくっていうのがすごく必要になってきます。わかります。ゆるゆるになりましょう。あ、ゆるゆるね、そうだね。ちょっと力入りすぎたかもしれない。そうそう、ゆるゆるにね。うん、リラックスですね。はい。じゃあ呼吸って大事ですからね。呼吸大事。本当に。うんうんうん、これはどこにいてもできることなので、うん、思い出した時に、あ、そうだ、やってみようって言って、うんうん、自分一人で、ね、はい、戻すことができるので、今この場所に自分を戻す。うんうん、はい、わかりました。が大事です。わかりました。はい、まさに、どうですか？まさにです。もうぴったりな言葉ですね。うん、本当に。メイクミュージック。あ、これは、このカードもサポートで出したんですけど、うんうん、メイクミュージックっていうのは音楽、うん、音楽好きだよね。うんうん、音楽に、乗せて自分の好きな歌を歌ったりだとか、うんうんうん、移動中、車の中とかでもいいし、うんうん、大声で歌ってみるとか、うんうん、なんかそういうのはすごくカリナちゃんにとって、自分を解放する時間でもあると思うので、うん、そういう時間も増やしてほしいっていうふうには出てます。サポートメッセージ。音楽っていうのがポイントになるかもしれないよね。うん、一つのね、うん、そう、カリナさんにとってね。うん、そう、うん。音楽大事だ。そう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 。うん、音楽とは言わず、音ね、うん、音。うんうん、そうそう、音で心地いい音を聞きながら、うんうんうん、深呼吸でもいいし。うんうん、ありました。踊るでもいいし、うん、踊るの、そうそう、踊る、ね、踊る、大好き、踊りも大好き、いやいやおお、いやいやおお、はい、はい、どうですか、はい、もうお見事です、はい、もうね、今この自立っていうのを私にとても必要なんですね、うんうん、そう、彼からも言われてることなので、そうそうそう、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、すごい。
っていう感じですが、うん、谷田さん、はい、はい、はい、あ、じゃあ CM 一旦入りますね、はい、今15分ぐらいなので、はい、まあ、残り10分弱で、はい、じゃあ10分今 CM CM で CM の手で、え、残り10分関51出る再び登場、あれだけ喋ったのにまだ、まあいいんだけどさ、うん、いいんだけど5分ぐらいで目安にして、そうで、ちょっとじっくりこういうイベントの告知、あ、そうだね、もう一回イベントの告知しようか、うん、じゃあ、あの京子さんの講師活動とかね、あ、うん、じゃあ席515分お願いしてです淡々とね、はい、じゃあ行きます、ね、大丈夫です、あ、はい、はい、どうぞ。はい、CM が来ました。はい。さて、さて、関剛一さん。はい。我々、前回も。はい。はい、今回も。はい。はい、ちょっとね、一つだけ、パパッと。ツボに入っちゃって、はい、私、ずっと笑ってたんですけど。そう、そう、皆さん、この、ウクライナ戦争。ね、ロシア対ウクライナのね、今戦争でヤンヤンやってね、エネルギー高騰だったりとか、ね、燃料高騰だったりとかはしてるんだけど、そう。メディア、いわゆるテレビとか新聞とかではね、ロシアをすごいね、あのロシアがやばいみたいな話があるんだけど、うん、そう、実はあれ、あのウクライナ側にすごい、あの、まあ、非があるというか、ウクライナ側にすごい問題があるっていう、うん、そう、そこでも疑問に思ってほしいのが、戦争中なのにもかかわらず、ウクライナのゼレンスキー大統領がなぜ世界を飛び回ってるか、そこに疑問を持ってくださいよっていう話なんです。うん、そうで、ロシアのプーチン大統領はすごい愛の人で、うん、実は、うん。そうそうそう。あの人、動物も好きな人なので。うん、そう。ロシアはすごい。怖いイメージ。そう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 。あの、そう。刷り込まれてるイメージとしては、ロシアの、あの、プーチン大統領はすごい厄介者みたいな感じなんだけど、実はあの人、愛の人ですからね、皆さん。うん、はい。これも調べたらどんどん出てきます。で、ウクライナの、あれなんだよね。あの、イスラエルもそうだし、ウクライナもそうなんだけど、実は、あの、ビーチで、戦争中にもかかわらず、ビーチで遊んでる人らもいっぱいいるよっていう。うん、そこまで、実は、もしかしたら、まあ、これはわかんない。現場に、うんうん、もう正直行きたいっていうのもあるんだけど。うんうん、見ないとね、そうそうそう、目で見ないと。そうなんですよ。うん、そう。実は、この戦争は確かにやいややってるかもしれないけど、本当に一部なんだろうねっていう。うん、そうそうそう。だから、目に、さっきもね、うちの京子さんが言ってたんですけど、目に見えないもの、目に見えるもの、この二つのバランスって本当に大事だよっていう。うん、そう、だから、メディアでバーンって発信されたことの裏では何が起こってるのっていう疑問を持ってくださいねっていう。一番ここを伝えたいかな。はい。信じるか信じないかは、あなた次第です はい。あれはそんな感じですかね。これじゃ言ったらちょっとね、俺も怖いんで。怖い、怖い、はい、もっとありますけどね、いろんな情報っていうのはもっとあるんですけど。はい。例えば、がんに対する話だったりとかもありますからね。はい。っていう感じで。はい。あ、ちょっと、カリアさん、はい、時間まだ大丈夫ですか？大丈夫です。はい。あの、告知しましょう。はい。イベントの告知しましょう。おー、いいですね。京子さん、うんうん、私たちの、じゃじゃじゃーん。ファーストイベントですよ、うん、大事な、はい。あ、じゃあ、お願いします。はい。じゃあ、これ書いて。はい、すいません。じゃあ、皆さん、ですね、もう一度、まあ、前回もね、あの、宣伝したと思うんですけど、今回もまた、ね、ちょっと、まあ、詳しくというか、ちょっと、イベントの告知したいんですけど、そう、今月の、26日、27日、土日ですね、うん。そう、妖精の森癒しフェスタっていう、まあ、結構スピリチュアルメインだったりもするんですけど、やっぱ物販、ハンドメイド作家さんもたくさんいたりとか、フードもあるので、うん、ぜひぜひ皆さんいらしてくださいと。で、場所がエナジックワールド、スポーツワールド、サザンヒル、うん、で、ハイバル町にあるアイススケートのがあるところですね。うん、はい、そこで、まあ、ちょっと大きめなイベントなので、うん、何店舗ぐらい集まりますか？何店舗です？え、3、20？
20以上多分います。うんうんうん、すごい。そうそう、うん、でもっと多分今後ね、うん、やっていくイベントではあるんですけど、うん、春夏秋冬、1年間で4回企画してるんですよ。で春、夏、秋、冬の、うん、季節ごとに。これは秋？秋バージョンですね。はい。うん、秋からスタートになるので、うん、そうそう、今ね、カリナさんが、見てくれたこのチラシのですね、はい、表面が秋の装いの、ね。そう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 。いや、なんですけど、次は、1月の冬バージョンですね、はい。そうそう、冬にもやっていくので、この季節ごとにね、うん、やっていくイベントを、企画していくイベントなので、うん、はい、ぜひぜひ。1月は私も出ます。はい。1月はですね、まだ日にちはちょっと決まってはないんですけど、1月10日には 100% 開催する予定なので、はい、お時間見つけてぜひいらしてください、皆さん。はい、12時スタートとなっております。12時から9時っていうふうにはなってるんですけど、うん、見えるかな、はい、6時ね、18時以降は結構撤退する方もいるとは思うんですけど、うん、はい、まあ、まあ、ナイトマーケットまではいかないけど、その9時までは、やってますので、うん、はい、ぜひぜひ。ご飯食べに来るのもいいし、うん、アイススケート滑りに来るのもいいし、うん、バッティングするのもいいし、ボーリングするのもいいし、うん、はい、ぜひぜひ楽しいイベントになってると思うので、はい、ぜひぜひ皆さん遊びに、メンソーレーっていう感じの告知でした。うん、シャンシャン。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。京子さん、他になんか、ね、なんだっけ、講師活動だったりね。あ、これもいいね。うんうんうん、そうですね。あんちゃん、お願いします。セラピストの養成講座っていうのをやってるんですけど、オラクルカードのセラピストさん向きにやってるのと、主にカードの取り扱い方や読み解き方、うん、あとは直感や感覚的にメッセージを受け取る方法とか基本的なことから実践までしっかりと指導していきます。はい、あとはヒーリングの講座ですね。主にエネルギーのことだったり、エネルギーの使い方、あとは自分を癒し、他者を癒す、大切な人や愛する家族にもヒーリング、あとはペット、ワンちゃんとかにもヒーリングできるように指導していきます。はい、こういう講座をやってます。よろしくお願いします。ぜひぜひつながってください、京子さんと。ボイス。はい、そう。京子はボイストレーニングの先生もしてるので、うんうん、はい、ぜひぜひ。宜野湾にある、うん、スタジオの方で。うん、完全マンツーマンで教えてます、うん、呼吸から基礎から全てやってますので、うん、気になる方は連絡ください、うん、発表会とかもありますよね。あ、そうです、はい、うん、発表会もあるので、ちょっと人前でね、うん、歌ったりするのは恥ずかしいっていう方もすごくいい経験になるとは思うので、うん、カリナちゃんも前ね、見、ね、てくれて、はい、すごく上手に、ね、表現できてました。元々が上手だからね。そうそうそう、うん、え、アクなんちゃら出身なんですよね。そうですね。アクスクールのね。行っても大丈夫。そこ隠す。安室奈美恵さんもね、なんか一緒だったんですよね。そう、あの話は絶対滑らないんで。はい、うん、メッセージも来てますね。はい、ダンス見てみたいと。カリナのダンス見てみたいと。あと踊り親子さん。出張マッサージのお客さんでもあって。で、FM ギノワンさんのこのね、リスナーさんでもあるんですよ、めっちゃ。もうすごいメッセージくれてますね、ありがとう。ありがたい。最近ちょっと忙しかったみたいだね。そう、忙しいでちょっと思い出したんですけど、うんうん、忙しい人ほど、うん、LINE の返事早いっていう、レッスンが早いっていう、これ知ってました？仕事ができる人はでもこういう返事が早いっていう、ね。そう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 、うん、そう。で、貯める人。通知とか貯める人ほど時間持て余してる人っていう。うん、これ多分ヒットする人多いんじゃないかな。バババって全部終わらせていくのかな。そう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 。うん、そう。そうなんですよ。うんうんうん。面白い。そう。で、うん、なんていうんかな。こう、暇な人ほど、なんか時間欲しいっていうというか。うん、そうそうそう。うんうん、
そう、これ結構当てはまる人多いんじゃないかな。うん、なんか言ってるの分かります。そう、そう、忙しい人ほど通知消すっていう、うん、し、レスも早いっていう。うん、はい。はい、まあ。都市伝説ではないんですけど。本当に楽しいお話を2週連続ありがとうございました。ありがとうございました。もう終わりですか。終わりです。すいません。早いですね。時間足りないね。もう止まっていいですか。止まっていいよ。はい、じゃあエンディングに入ります。はい、今日もよく頑張った自分にありがとうと伝えましょう。そして地球宇宙の恵みに感謝します。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また来週。はい、シャイニングアース輝く中年のカリナとゲストの沖縄のブラッド・ピットと京子です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。じゃ、俺言ってることめっちゃ意味わからなかったね。陰謀論とかも大丈夫。大丈夫です。個人名を否定するとかじゃなきゃ全然。ああ、そう。自由ですよね。そうです。YouTube に引っかかるパートがあるかもしれない。ちょっと引っかかる。危ない。危ない。全く。まあでも届いてる人。